よいしょ。もう今日はこの距離で行こう。こんばんは。12月5日金曜日の夜でございます。平山茂と申します。初めましての方はどうも。私、毎日大丈夫だよってずっと言っております。大丈夫だよ、大丈夫だよ、君は大丈夫、安心して大丈夫って毎日言ってます。近いですか？近いですね。でも大丈夫なんです。もう金曜日終わっちゃいましたね。明日仕事の人頑張ってください。本当に大変だと思いますけれども頑張りましょう。明日も仕事、今日もね、これから仕事っていう人、本当に頑張ってください。大丈夫ですから、大丈夫です。あなたは大丈夫、大丈夫、大丈夫。でもこんな近いとあれか、気持ち悪いか。そうだな、カメラ目線だからいけないのかな。大丈夫だよね、大丈夫、うん、君は大丈夫だ、うん。こんな感じかな。まあギリギリ大丈夫って感じだろうな。ちょっと疲れからかな、疲れから来てるのかわからないんですけどね。ちょっとね、ちょっとしんどいなってちょっと体がしんどいなって思ってまして、今日はこれぐらいにして、明日また会いましょう。今日はこれぐらいにしといてやるよ、この野郎。ん？なんだこの野郎。大丈夫だって言ってんだろ。大丈夫だよ、大丈夫。今から仕事？大丈夫だよ。明日も仕事？もう大丈夫だろ、大丈夫だよ、絶対大丈夫。うん、これで終わります。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だから、大丈夫、君は大丈夫だ。ではおやすみなさい。しげるでした。Good night. Good night.